どうも皆さんこんにちは。近畿トリテッド Z チャンネルです。今回はサンライズエクスプレス Z チャンネルで投稿してきた動画をご覧ください。どうぞ。はい、この動画はですね、東岸和田駅が高架化になった動画です。まあ、駅のお店とか結構ありましたね。ありました。これちなみにですね、これソニーのスマートフォンで撮影したものです。これちなみに撮影した日がですね、2017年の11月3日に撮影したものです。これはですね、立花から東岸和田駅の往復券を買ってやつですね。帰りですね、こういう感じですね。これは電光掲示板があり、乗り越し精算機があり、お手洗いがありっていう感じですね。エスカレーターやエレベーターがあります。ここには東岸和田駅、昔はですね、エレベーターなかったんですが、高架化の時はからエレベーターがついてるっていう感じですね。天王寺側のホームですね、こちらは。ホームに上がってきた動画ですね。こちらがこんな感じです。時刻表と路線図があり、こういう感じですね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさようなら。